ただねあのいやよあのキャンプ前の日ってまあそうや始まるよっていうそうだからうわなんかやり残したことないかなって言いながらあのほんまに最後の悪あがき何するのはいなみさん youtube ですお願いしますもうすぐキャンプ はい始まりますね。始まりまりすね到来到来。ええ <laughs> そうでしょ2月1日からねプロ野球のそうだ、ねまあ。現役の選手は「急春到来」なんか一つも持ってないけどね。でねその、まあ、2月の1日からキャンプスタートじゃないですか、うんはい、でいよいよ始まるなっていう感じだと思うんですけど、はい、あの当然キャンプ地にね、うん、沖縄なり宮崎とかいろいろあるじゃないですか。うんうん、はい キャンプ地に前日から多分入りますよねそうやね2月1日開始やとしたら 1>,、はい、えと1月31日にはキャンプ地に入るよね入りますよね、はい、でその前日ってどんな風に過ごすのっていう <laughs> キャンプ地入り当日当日、うん、キャンプスタート前日の前日 <laughs> まあ心境だったり、うん 何して過ごすんかなみたいな。あ、まあその動きね、はい、流れっていうところね。はいはいはい。行けますか。行きましょう。お願いします。お願いします。 えとそうやね1月31日の動きとか流れっていうところでいうと,、はい、えとまず移動やね移動うねだからあのほとんどの球団が飛行機で移動するのかなうん、うん、キャンプ地ってまあ今考えると、はい、そうやねほとんどの球団が飛行機で移動するはず、はい、でこれはチーム全体で動く。 あそうなんや、うん、チーム全体で動く一斉にキャンプ地入りするそうだからシーズン中の一軍の移動みたいにおのおのがバラバラに行くっていうよりはもうそうあの空港に何時に集合して何時の飛行機に乗りますよとでみんなで移動するはいはいはいバス うん、チームが用意してるバスがあって、うん、でそれに乗り込んで宿舎宿舎に移動してくるっていう感じ。なるほで、えー、と移動してきた後やけど、まあ、ある程度ちょっと自由時間があって、うん、でね夕方ぐらいになるんかな、うん、じゃそこでミーティングがある。はははいはい、はい、うん ミーティングっていうのは球団代表とか球団のオーナーも来られるのかな来られる球団もあるのかなそういう方が今シーズン頑張りましょうみたいなこととかあとその前年度の球団の売り上げとかそういうことを伝えてくださってううい報告とかもあるんだ僕がいたチームではあったかなで今シーズン今年度はこういう目標を立ててます。 観客動員数がなんぼでとか物収益がなんぼでとか、うん、そういう感じそういうような話があって<ー>だから今年はこういう目標を立ててるので選手の皆さんも協力してください、うん、みたいな, 1>, な、うん、1年間の,その球団方針みたいな。うんうん うん、ことがあって聞かせていただいて、うんうん、でその話が終わった後に、に、うんえー、今度監督の話とか今シーズンはこういう風に戦っていきたいとか、はいうん、そういう話があると。うんうん、でそこまで終わると今度、うん、えっ、ねうん、あ,あれはあれはあのさキャンプとかでさ毎年チームスローガンみたいなのあるやんはい、はい、ああいうのの発表とかはないの ああそういうのもその日にあったかな、うん、まあまあ選手はもう知らされてるからさあそうなんやうん選手はもう大体知ってるよね<ー>知ってたりするからさ<ー>でまあ改めてうんそこで説明はあったかな、うん、確かなるほどそれもあるかなわかりましたで それが終わるとそのキャンプのスケジュール確認、はい、だからあの何月何日だから1クール目とか2クール目とかって言い方をするんやけどうん、うん、例えばこう担当コーチとかからあるんやけど、うんうん、でこういうサインプレーをやるからその前の前日にサインミーティングをやりますとかっていうスケジュールっていうのがそこで発表される大まかなスケジュール。何うん、うん、何月何日に 何クルメの何月何日に「紅白戦やります」とか。 っていうので選手はスケジュール感がかるそこでどういうふうに自分を調整していこうかなとかっていうイメージを作るかな全体のキャンプの流れスケジュールの説明があるとそうはいそれでミーティングはそこは終わりそしたら自由時間に今度またなるからさまだそれだから17時18時ぐらいみたいな感じそうやね18時とかになるんかなでそこからもうみんなおのおのまた自由な時間を過ごすとただねあの いやよ、あの、うん、キャンプ前の日って、まあ、そうや <laughs> な、始まるよっていう。そう、だから、うわ、なんかやり残したことないかなって言いながら、うん、あの。ほんまに、最後の悪あがき。何するの。だから、あの、<laughs> なんていうの、ご飯食べ。 ねしたりキャンプってさ1か月弱おるからさキャンプに必要なもの日用品とかそういうものを買いに行くで最後のわらわがきをするとどうやって楽しんだろうかなみたいな残りの時間を夏休みの最後の日みたいな感じかなそうやねそんな感じで過ごすというのがまあそのキャンプ前日の流れかななるほど 飛行機空港だからあの、うん、キャンプ地に行く前の空港に向かってる時から、うん、めちゃくちゃ憂鬱よ。まあまあまあ <laughs> そうやわね。憂鬱で、まあうん、これが 普通のというか1月31日に出発する時の流れでさあの今、まあ、ファイターズとかさジャイアンツとかもそうなんかな、はい、先乗りであるやん、うん、なんかニュース出てますよね、うん、先乗りであの、うん、自主トレ合同自主トレっていう言い方をしたりするんかな、うんはい、もう選手が結構早い段階何日か前にもうキャンプ地入りして、うん、もうみんなで練習してますよっていうニュースあったりするやん。はい、でこれファイターズはそういういのがあって、うん でもちろん、これはもう行きたい人は5日ぐらい前から行けるのかな行ってあのキャンプ地キャンプで使うグラウンドとかを使って練習ができるっていうことやねんけどこれ、僕も行ってて先乗りで行ってたファイターズの時ほうほうでこれはねあのめちゃめちゃ楽しいねあそうなんや <laughs> 先乗り。<う>で先乗りのメリット うん、っってていうのがあって、うん、先乗りのメリットっていうのはまずあ,のあったかい気候ではい、はい、沖縄のね、うん、沖縄のあったかい気候でもう体をあの本体より先に仕上げられるで沖縄の気候になれるやん、うん、なれるっていうのがまず一つメリット、うん、でえー、っとねちゃんとトレーナーさんとかっていうのがもうあの一緒についてきてくださる。あ トレーナーさんたちも前乗りというか先に何名かの方がしていただけるからちゃんとケアもしていただける最高ねとかすごい環境でできんねん31日に本体が沖縄りしてきますとその時ってめちゃめちゃ憂鬱なわけよ1月31日に来る人たちってただ先乗りしてる人はもう全然憂鬱じゃないねなるるほどねそううもいかい 待ってる立場そうだからここでまずスタートの時の気持ちが全然違うね確かになこれはすごいメリットで僕はファイターズの時先乗りを何年かしてたでめちゃめちゃ楽しいしね普通にフィジカル的にもそうやし気持ち的にも余裕が出んねやそうただこれって先乗りで球団のんていうかなホテルとか球団が用意するホテルとかグラウンド使えるってことは球団持ちなのか費用ねこれは自腹 そうなんや。うん、だから、あの前乗りして5日間前乗りしますってなると、5日分の。あのちゃんと宿泊費払うし。うん,う,んうん、うんそう、自分で、それは全部払う。そうなんだ、うん。球場とかは払わない。 球場代は球団が持ってくれるけど宿泊費とか食事もホテルでは出えへんから自分たちで食べるしだから宿泊費とかは自腹で航空券については球団持ちっていうところでへえそうなんねやそうでね先乗りするメリット伝えたけどあのね結構楽しいって言ったのが午前中沖縄ってもう 朝から結構暖かいから結構早めにみんな始めるねん8時半とか8時ぐらいからグラウンドに出てもうみんなで練習始めるんやけどお昼ぐらいには終わるわけよ12時とか1時ぐらいかなうんそのくらいまでで終わんねん大体参加する人数が10人ぐらい野手とかピッチャー入れて15人とかになるんかな多くてえっと前乗りしてる人が全体でそれぐらいそうだからもう練習ってそのくらいで終わんねん全体練習って言ってもねだからそこから何するかっていうとゴルフ行く お沖縄って結構ね1次スタート2次スタートのできるところとかあるからさ、うん、でそういうところでゴルフして、うん、でまた体を、ね、動かして食事してっていうのがあるから、うん、だから先乗りって面白いよなるほどね4日5日連続でゴルフできる、ね、<laughs> うんゴルフもできるし体もちゃんとこう練習できるしね、うん、気持ちも余裕があるしそう<ー>いいこと尽くしやねなるほどね <laughs> そう うん、それいいっすねそうだから先乗りをしてるメリットとか先乗りをする人ってやっぱこういうことがあるよって、うん、メリットがあるから行くよって、うん、でもあれなんやな数的にはその10人から15人ぐらいなんやねうんまあそのくらいかなやっぱり31日に来る人が多いだ、うん、全然多い<ー>、うん、31日に来る人の方がもう圧倒的に多いそうなんやうん、うん うん、先乗りは楽しかったなっていう思いでだか,らなんか不思議に思ってる方もいらっしゃるかもしれんと思って、まあ、こういう話をしたんやけど、うん、先乗りって何、はい、みたいな、うん、でジャイアンツとかはもう全体で行ってるのかなほとんどの選手がもうみんな行って練習してるっていうねはい、はい、だからジャイアンツのこともは詳しく僕は知らないけどおそ、うん、らく同じような感じじゃないかなって思う。な、うんうん、なるほどなるほほどど、うん わ、はい、かりました。というから、まあ、ほんまあの、ね、この動画が上がるのって、うん、おそらくまあ僕の編集スキルがあれば、1>, うんうん、1月31日に上げれるかな、うん、ちょって思うんで、はいえー、もしねあのキャンプ、プロ野球好きで、キャンプの前日、何してるのかなって気になる方は、うんえー、高評価とか押していただけたらなって思います、はい、<laughs> なんで普段言わへんことを <laughs> いきなり言ったん、今日は。<laughs> まあ、押していただけたら嬉しいですけどね。そ<う>はい。はい、で、八万人も行ったしね。八万,万人も行ったから、ちょっとこう伝えとこうと思って、改めてね。かりましたはい、ということで、今回の動画は以上になります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。